先日動画の撮影のために友人の息子さんが私のポルシェ911に乗った時に、ポルシェって後ろにエンジンがあるんですかと言ってました。彼は Z4 に乗ってるんですけど、また S2000 に20年以上乗ってる私の友人がこの車を見た時に、911って後ろにもシートあるんですかと言ってました。衝撃でした。おはようございます。ジャパニーズドライバー藤本です。久しぶりに911に乗りました。もう発進時から911らしさ全開、たとえ制限速度でも、前が浮きながら発進します。お尻がとっても重いので。ボクスターと違ってる点はエンジンがめっちゃ後ろの方にあるので、遠くからエンジン音が聞こえます。しかもそれが車室内に結構入り込んでくるので、ボクスターの2シーターのキャビンの狭さに比べると、911は後ろにシートが2つちっちゃいながらもあるので、キャビンが少し広いので響き方がちょっと違ってます。これリバーブで言うとルームとホールのような、そんな違いかなと思います。911がめちゃくちゃ他のスポーツカーと違ってるのは、後ろが重たいために前がちょっと浮くような感じで軽いというところが最大の特徴かと思います。これスポーツカーにしてはハンドルが異様に軽いです。アクセルは他の車に比べてやや重く硬い感じがして遊びがあまりありません。ブレーキは強く踏まないと止まらないような感触です。すごく手前の方でちょっと踏んだだけでガクッと止まるような、そういうブレーキではないです。踏む強さに応じて止まるという感じで、このように止まってアイドリングしている時はウィン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 という音がずっと後ろから聞こえてきます。でゼロ発進、こうやった時、今なんかちょっとアップヒルだったので余計に感じましたけど、前が浮きながら発進します。ちょっとしたウィリーです。でショックアブソーバーがややへたり気味なのか乗り心地が悪いです。割とガタガタします。ただガタガタするものの着座位置低めなので頭が振られるということはあんまりないです。でこういう緩いカーブちょっと切るだけで曲がっていきます。切った通りに曲がる感じで、常に後ろからエンジン音が聞こえてる感じ。先日もうちの女性社員が隣に乗ったんですけど、この車ちょっと音が違う他の車と言ってました。基本的にその彼女と依頼先へ行くことがちょくちょくあるんですけれども、仕事のですけど、それぞれの車に乗ってるので違いが彼女もちょっとわかるようです。後ろに車いなくなったのでちょっとハンドル切ってみます。こう割とよく動きます。これよりよく動くのが NA ロードスターです。これ今制限速度の50キロぐらいですけど、4速で1400回転ぐらいです。なので 2.7 リッターのボクスターに比べてこの 3.6 リッターちょっと回転が低めです。前方で木の伐採作業をやっております。スポーツカーらしくこういう緩いカーブ切った分だけちょっとロールもなく曲がっていきます。ここも同じです。ガタガタしてるのは路面になんか細工してあるから。でここで前後いないんでちょっとハンドルをこう、車線はみない出ない程度に、もうめちゃくちゃ動きます。50キロは5速だと1200回転ぐらいで、この車ティプトロなのでもうアクセル踏んでるだけ、ブレーキも踏まないし、アクセル踏んでハンドルを切るだけです。そういう点では面白い面白くないで言うと、マニュアル車のボクスターの方が
よっぽど面白いです。で、以前の動画でもお話ししましたけども、ペダルレイアウトが右ハンドルのポルシェ911の場合には左に寄ってるので面白いぐらいに、なので左足が2パートのところにずっと申し付けられたままで、アクセルはハンドルのセンターやや右ぐらい、気持ち右ぐらいにあって、ずっと左向いて運転します。下半身だけ、体もちょっとだけセンター向いてるんだと思います。ただポルシェのシート形状は左のサイドサポートそんなに出っ張っていないので、この車の場合、まあ標準シートなんでしょうけど、左肘がそこに当たるということはないので、割と自分の好みのポジションがそのまま取れます。335Iだと左肘がサイドサポートに当たってるので、いつまで経ってもイライラします、あの車。個人的にはこういう道走るときはもう絶対マニュアルの方がいいと思います。ティップトロでちょっと落としてみますけど、3速ほんとめった使わないです、このティップトロって。で、ボクスターに比べていいのは、まあ、オプション設定なんでしょうけど、電動シートなのでこの車、前後スライドちょこちょこっと動かせます。ボクスターの時にもお話しましたけども、前回の動画ボクスターです。こういうところ基本はノーブレーキです。こうやって下っていっても、前の車ブレーキ踏みましたけど、これ絶対踏まないです。踏む必要がこれっぽっちもない。で、今これ制限速度であのコーナー行ってみますけれども、急カーブと書いてあるんですけど、あ、ちょっとこれは危ないか。あ、でも曲がれますね。曲がれるんで前の車にすぐ追いついてしまいます。ノーブレーキで曲がれました。で、この車買った時からなんですけど、メーターナセルの向こうで、まあ、向こうというか中ですけど、何かの部品が緩んでてカラ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 って言ってます。マッチ箱にピーナッツ入れたみたいな感じの音がします。ハンドリングはめちゃくちゃスムーズで、シフト操作がないのでもうほんと切るだけ、楽ちんそのもの、乗り心地固め、ガタガタ拾いがち、もうこんなんガタガタしてますもん。でもこれがスポーツカーと思って乗ってるので不満はないです。これ乗り心地よくしようとするとちょっと柔らかい足にしないといけないんだと思います。なのでちょっとガタガタしたとこなんかおうとなってオットセイみたいになります。ボクスターに比べるとこの911あんまり喋ることがないんですよね。めちゃめちゃ楽しいいうことがないんで、コストパフォーマンスを考えると、まあ楽しさに対する値段を考えると個人的にはボクスターが上です。マニュアルのボクスターが上、ディプトロの911下、まあ最近は PDK なんでもうちょっとシフトがこうサクサクっと早いのかもしれませんけど、別に何にも気にならないディプトロで、どうせオートマだしっていう感じ。スポーツカー全般に言えることなんですけど、排気量が大きくてトルクがでかいと楽です。ズボラしようと思えば何歩でもズボラできるんで、5速のままスピードが落ちてそこから加速してもちゃんと加速するので、感覚的には3リッター以上あると楽なのかなという気がします。で、5速に入ったままで加速しようとすると 3.5 リッター以上ないとダメな気がします。 944S2 3リッターですけど、5速から加速って無理なので、まあ加速といってもその50キロぐらいの話ですけど、でこれブレーキ踏むときめっちゃ左に足やらないといけないので、慣れてるんですけど初めて乗る人はめちゃくちゃ戸惑うと思います。戸惑うというか、なんじゃこの車と思うと思います。で、加速するとウォーンって後ろの方で聞いたことないような音をしてます。これ964に乗った時にも思ったんですけど、964も997も同じです。音の響き方が後ろの方からゴーっていう感じで、この独特なこの音の鳴り方、音場空間の広がり方が
うちの社員の女の子が乗った時に、あ、この車違うっていうことにつながったんだと思います。911とボクスターを比べた時に、911のメリットというのはリアシートがあるために荷物がそこに置けるというのと、疲れた時にリクライニングさせて後ろに倒せるというのはめちゃくちゃ大きいです。特に長距離移動する時なんか、休憩する時に抜群の威力を発揮します。ツーシーターじゃない場合はそんなこと当たり前の、システム機能なんですけれども、後ろにバックヘッドがあるような車、あるいは後ろに倒せないようなツーシーターの車乗ってると、やはり911のプラス2っていうのは大きいなと思います。実用性がよく考えられているんだなと思います。まあそこをもってしてポルシェ社が911はスポーツカーじゃないとか GT カーだとかって言ってるのかもしれないです。でボクスター同様、フロントにエンジンがないので足元が温まりにくいです。フロントエンジン車の排熱利用のようなシステムが取れないので、もちろんシートヒーターはついてるんですけれども、ミッドシップあるいはリアエンジンのデメリットかなと思います。足元ぬくくなりにくいのは。あ、桜が咲いているところがあります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。あ、そろそろ春だな。